ローブ・デコルテは日本の元競争馬2007年に優秀品馬を制し中央競馬のクラシック競争史上初の外国産勝利馬となったまた史上初の足毛のオークス馬でもある馬名はフランス語で女性の霊装ローブ・デコルテに由来する2009年より繁殖品馬となったなお中央競馬で重賞5勝を挙げた大和テキサスの母は東米の ローブネコルテだが別の馬である。2006年に、函館競馬場の新馬戦でデビューし、安藤勝美騎乗で勝利する。続く条件戦に総を2着として、阪神ジュベナイルフィリーズに出走するが、ウォッカの4着に敗れた。2007年は、勾配ステークスから始動し、これに勝利して2勝目を挙げた。しかし続く、大ョ賞トライアルのチューリップ賞は5着。 本番の大歌賞でも4着に敗れた。迎えたオークスでは、大歌賞優勝のダイワ・スカーレットが、官房のために、ウオッカが、東京優秀に出走するために、ここを回避し、53年ぶり、春季開催のオークスとしては、史上初めて大歌賞1、2着馬が不在という、混戦模様となる。その中でも本場は5番人気であったが、レースでは中断を進むと、最後の直線で大外から追い込み、 一番人気のベル・ダレイアをゴール直前で花坂はして優勝した優勝タイム2分25秒3は1990年にエーシン・サニーが記録した2分26秒1を17年ぶりに更新するレースレコードだったこの後はアメリカン・オークスに遠征安城は起場停止となっていた福永雄一に代わり同じくアメリカ遠征をしていた岩田光成が務めた レースではスタートで出遅れ、直線で追い込むもパンティーレードに破れて5着に終わった。また、競争中に微出血を発症したことにより、日米双方で1ヶ月間の出走停止を課せられた。帰国後は、この夏に発生したウマインフルエンザの影響もあり、予定していたローズステークスを回避して、頻馬3冠目の集荷賞へ直行。しかし10着と大敗を喫すると、以降は、盆走を続けるようになる。 結局、オークス以後はコバになって出走した阪急杯と NST オープンでの3着が最高という成績で2008年秋に出走した不中品馬ステークスでの10着を最後に競走馬、引退、繁殖入りが決まった。場所の前田浩二が経営するノースヒルズマネジメントで繁殖入りし、初年度の2009年はアグネスタキオンと交配され、翌年は主家の品馬を出産した。 スイートメドゥーサはデビュー戦を一番人気で解消したもののその後2戦続けてスタート直後に外に逃避して競争重視となってしまい強制は困難と判断されて引退している2014年3月19日に第3子となるハーツクライの子の出産時に暴行破裂のため死亡子馬も死亡したため残した子は2頭のみであった重視に 中央競馬史上2頭目の品馬3冠馬、スティルインラブ、いとこに、ラジオ短波賞優勝馬ビッグバイアモンがいる。ありがとうございます。